今年度大学を卒業するのは5学科合わせて320人です。卒業証書授与では保護者らが見守る中、学生一人一人の名前が呼ばれ、沢井明夫学長から各学科の代表者に卒業証書が手渡されました。また成績優秀者の表彰と全国栄養士養成施設協会会長表彰の伝達も行われました。沢井学長は常に生き方を模索するという言葉を卒業生に送り、またそうあってほしいと願っていますと花向けの言葉を述べました。これに応えて卒業生代表で健康栄養学科の義堂恵理子さんが、支え続けてくれた皆さんに感謝し、在学中に得た知識や思い出を財産に広く社会に貢献し活躍していきますと答辞を述べました。